こんにちは、ジャズドラマーの黒田です。今回もポップスの解説、アレンジと譜面の紹介ですね、していきたいと思いますね。今回はですね、ヒゲダンディズム、ヒゲダンとよく呼ばれている生徒さんのリクエストでこれをやることにしたんですが、非常にかっこいいアレンジで、この曲をどんどん解説していきたいと思いますね。歌の子が本当に才能あるというか、非常にこのなんかこう気持ちがわかるというかね、非常に切ない曲でございますが、リズムパターン自体はですね、このというリズムパターンで、僕の、理論的に言うところの、リズム16ビートの3つしかなくて、でシンコペーションしないタイプ、8ビート8分でシンコペーションするタイプ、16でこれだけだと、味気ないので、 C なんかはここのスニアに向かう手前にバスドラを入れてあげるという、まさにこのリズムパターンを叩いてますね。手をこのこれにするかどうかっていうのは、もうこれはもうドラマーに任せられるので、別にこれじゃなくても8ビートのままで、足が裏の拍に入ってくれば16ビートに聞こえますからね、この形で大丈夫だと思います。で、16ビートはもう、このドラマーの子はもうすごいタイトに、これでチキチキってやるとタイトに聞こえるんですね。だからこれよりチキ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 のが聞こえるので、こういう感覚にしたいという意思の表れですね。この際に、彼のこのヒゲダンのドラムの方がやってる、16の叩き方はアクセントを足にくっついていく、こうするとですね、バスドラがしくったとしても、ハイハットとスネアだけでビートが出るので、なんかこう非常にグルーヴさせやすい。で、例えばハイハット、ハイハットって言ったらチキチーチキチーというタイトにずっとこう演奏すると、今度はこれは新交換がすごく生まれるので、サビなんかをこういうふうにしても全然いいかな。なので、こうやって書きましたが、上に書いて16ビートのやつは、これはチキチキをこの上に入れればいいということで、ビート分かるんだったらこの方が全部16でカーって書いちゃうよりも、どこがずれてるのか分かりやすいので、僕はこっちの書き方をよくします。で、っていうフィルインが入ってますね。で、毎回このタカタカというフィルインですね。で、A1 回目は頭で止まって、2回目がこれ打ち込みになってるので、いろいろ工夫するといいと思うんですが、この PV で見ると、こう24のハイハットとバスドラでやってましたが、ここはドラムが薄く入ってきて、 B でこうグッと上がるっていう感じにしたいんですね。ここはこれ一応これで書いておきましたが、チキチキも聞こえるので、やるとしたらこれでやってもいいし、ここは別に、こう何もないとこから1段上がればいいので、という形でバンドだったらやってみてもらってもいいかなと思います。B が非常に、要は8分でずっと食いながらね、ギターとベースで食いながら行くので、この、おつった、これ、PV では。ハイハート裏にアクセントつけたので、っていうふうにしてもいいですが、難しい方はもうハイハートこのままで、この僕は肝ですね。これ初めて立てた時かっこいいパターンだなと思いましたが、で、こういう形でずっと食って食ってっていう形で、頭にバスドラをこう踏まないんですね。で、2段目のここから、
というふうにやってますので、ここのこのバストラは僕で理論でいうところのドーンなんで、どっちでもいいですね、入れても入れなくても、でここですが、ここをまあ両手で、4拍目の頭で止まるとかっこよい。ここにクレッシェンドがかかるといいですね。でクレッシェンドっていうのは、直線で上がるんじゃなくてこういう感じで上がるといいんですね。この、PA の卓でもそうなんですけど、こう電圧って直線的に上げると早く盛り上がりすぎるんで、ここら辺はもうほとんど一定にしておいて、この2小節目から上がる。というふうな感じで、給付にグッとクレッシェンドを加速していて、というふうな形が聞こえるとかっこいいと思います。 C は同じですね、イントロと。まあ定番でライドに行っちゃっても、バンドでやるんだったらこっちの方が盛り上がるかなと思うんですが、まあ1番はハイハットの8部で、2番は16で、3番の最後のサビの繰り返しはライドっていうふうな組み立てが立て方していいかなと思います。で 2番の A だけ、このリズム的にはこれ、ここのシンコペーションなんて一緒なんですね。だから C と、この裏が左手が結構合わせにくい、これ練習してください。で1回目は、パターンをバスドラだけにしといて、で2小節目から始めるって、よくあるこうフッて最初にリズムがいるはずのところに全部いないで2小節目から変えていくってよくある、ドラムの、まあ、ヘッドアレンジみたいな感じですね。最後のここだけバスドラが、でここ、山形アクセント書きましたが、ここのハイハットをなくすことによって、ここ給付を、空間を埋めるってことですね。ここはベースと一緒に動いてるんで、もしバンドの、子がどんどんウトウトタで終わるんだったら、別にこのリズムのパターンのままでもいいですね。ここはベースと、見合わせるって感じですね。でまあ、2番で2番のここのところは、給付にせずにスネアでタタタタを埋めてますが、まあ、これどちらでもいいかなと思います。まあ、サビのところ、あとは最後サビをずっと繰り返すんですが、あとはもうパターンを繰り返してるだけですね。という形なので、リズムパターンに対して、まあ僕はどっちかというと、完コピするときに意味を理解しながら、必ず完コピするようにしてまして、だからなんでこの音を入れてるんだろう、自分だったら入れないだろうなっていうふうに考えるのがすごい大事なことなので、このドラマがやってる骨格を全部書いておきましたので、この PDF ダウンロードできるようにしておきましたので、こちらとあと空白のここにリズム書いてないやつ、自分なりに、作り直したりとかしてですね、僕はこうするだろうなみたいなのを作り直すのにいいかなと。まあ、レッスンされてる方は、そんな感じで相手のレベルに合わせてこうリズムパターン書き出したりとかして、この曲を使っていただけたらなと思います。以上でございます。どうもありがとうございました。